えー、7月30日火曜日の相場解説になります。朝6時,朝6時でございます、えー。今回はね、乱れる各国金融会議ということで、材料がね、ガン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 いろんな国から出てしまうのと、あと日米では日銀政策決定会合とか FMC っていうのがあって、重要な材料の、まあ、2日間になるわけですよね、今日と明日。で、さらにテクニカル的に今ご覧いただいている冷やしですけども、ここをブレイクしてからというものを まあ大きく下の方にどん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 揺れてますよねそれまではずっとねあのこちらの線の上の方で全ては行われてたわけですけどもついにブレイクしてこっちの世界に来たわけですよ下落のトレンドが起きてるとまではまだ言えませんけども今のところはね下落のトレンド短期的なものが来てますで上髭下髭を随分出しながら今実態がすごくちっちゃくなってるわけですよでこれはね本当にトレードに向いてないような冷やしの ロの出方ですよね、まあ、こういったね、でかいやつってのはね、取りやすいわけですよ。これちっちゃいのが並ぶのが難しいんですよ。はい。そしてですね、各国の金融会議材料の、まあその内訳をちょっとね、カレンダーからお話していこうかと思います。どうぞ。 えー、ご覧のように予定表を見るとですね、下の方、月曜日は何もなかったんですけども、今日はね、日銀の金融政策決定会合があります。これ明日もです。で、アメリカでは FOMC がありますよね。これ明日もですね。で、日米の この金融会議ってのが乱れている中で、ずっと行くとですね、今度ドイツも GDP の速報値が出ていたりとか、これユーロの GDP の速報値、こういうのも出ますよね。これがね、やっぱりこう絡んでくるわけですよ。それから明日なんですけども、日銀の政策決定会合の終了後のレポート、日銀の展望レポートが出ます。こういったことがあったりとかね、まあ、CPI、オーストラリアが出たりとか、 その他上田総裁の会見が水曜日、明日ありますね。15時30分です。で、えっ、ー、と、HICP が出ているというところもあって、まあ、材料がバン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 出るわけですよ。ADB の雇用統計もね、重要ですよ。それからカナダも出るでしょう。FOMC のね、終了後の金利発表もありますし、いや、どうなっちゃうんでしょうね。まあ、こんな感じでね、結構ね、乱れに乱れてくるわけですよ。いろんなところから、これ、イギリスもそうですけども、 MPC っていうのが出ております、まあ。イングランド銀行の発表もありますよね。ISM の製造ですか。もう本当にね、材料がね、この1週間、特に今日、明日ってもう目白押しで、本当に疲れますよね。<laughs> こんな中で、ポジションを取って、テクニカルでなんとかっていうのは本当に難しいと思います。はい、ご覧いただきましたでしょうか。まあそういう中でね、やっていかなくてはいけないんですけども、4時間です。 4時間はチャンネルラインをブレイクして、こちらの方から下落の流れドーンと作ってるわけですよね。移動平均線の下にロウソク足がずっとある状態です。で、ヒゲをたくさん出して、この辺り乱れ飛んでるでしょ。これじゃあちょっと難しいですよ。だからやっぱり昨日はポジション持たなくて正解で、ただあの狙っていたら疲れるだけですからね。今日も似たようなもんなんですよ。ちょっと本当に今週はね、お手上げ状態ですよ。1時間の方見ていきましょう。 1>, 1時間を見たとて、じゃあ、トレードしましょうっていう形にはなってないです。ね。これはね、どのテクニカルにも当てはまってない波形ですからね。うん。坂田五法も当てにならないですし、当然、エリオット波動の影も形もないです。まあ、こういったときは手を出さない方がいいでしょうね。 昨日は移動平均線の下、その前は上、今日はまた上ってことで、ぎったんばったんして移動平均線とローソク足の関係は上に行ったり下に行ったり、区密ほぐれつということでございます。まあそんなとこなんでね、今日も気楽に眺めていきましょう。はい。ではですね、あとはまた夕方の、ほんと次がね、夕方の相場解説まとめになります。もう今日は本当にトレードチャート見ていてもしょうがないですから。 今週はもう見てもしょうがないです。わからないです。こういうのは難しいです。こういった、うん、まあ見てもしょうがない日ってのはね、この時間で判断できるのも一つのスキルですよ。うん、今日も真面目にトレードする人ってのは損失を出すか、ヘトヘトになって疲れてね、エントリーのタイミングが取れないかってことになっちゃいますから。はい。まあ、大雨で海が湿けてるから、漁に出るのは控えとこうかみたいな、そんな形で見ていきましょう。それではまた今日の まとめでお会いします。お疲れ様です。